吉田さん、億万長者合宿に参加したら、本当に億万長者になれるんですかとか、起業したら成功できるんですかとかっていう質問はね、わからなくもないんですけども、じゃあ、ね、そんなことを聞いて意味あるんですかっていうのもいい返しだと思いますけども、億万長者になれるんですかって聞いたときに、いや、なれませんよ。なれないに決まってるじゃないですか。何言ってんですか。来ないでくださいよって言って答えで終わりっていうのもいいんじゃないですか。それから、起業したら成功できるんですかって聞いたときに、いや、 起業しても成功できないですね、うん、起業しない方が成功しますよって答えたらどうかなと思いますよね。<laughs> そういうふうにねもうその質問がもうねもう愚かなんですよはっきり言ってその質問するレベルにもう割いてる時間は今更ないかなと思いますのでもうこうとんちで返すしかないかなっていうところもあったりとかそのやり取りを通じてあ聞くべき質問ではないんだな もっと質問ってのは別のところに求めていくべきなんだなっていうふうに考えていただければ、その方に対しては何がしかのね、出口は見せていけるのかなと思います。じゃあ私がね、起業したら成功できるのかって聞かれて、どう答えるかっていうと、じゃあ起業する手続きって多分1日で終わるんですよ。で、まあ時間かいても1週間ぐらいには書類が送られてきて、はい、あなたの会社です。起業完成ですっていうことになるし、あとはね、あの、事業者届けっていうのを出せば、 本当にお金もかからずに、はい、事業者としてスタートしますってことはできるんで、まさに起業っていうのはすぐできるんですよ。でも起業したその日に書類を書いて登録したら1日目で成功できるかって言ったら、そう思いますって聞きますよね。いや、起業してさ、1日目には成功しないでしょって、まあ、考える頭はみんなあると思うんですよ。多分ね、1万年ぐらいやったら成功できますよって答えたら、もうそういうんじゃないんですよって聞くと思うんですよ。 でも事業って別に自分一人の生命じゃなくて受け継いで受け継いで受け継いで5代10代100代って続けてどっかで成功すればいいんでしょ、うん、っていうふうに聞いちゃいますよね。だからそうなるとだん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 こう質問が絞られてきてあの何で起業するのかってことも聞かないといけないし。 じゃあ業種は何ですかとか、うん、それから単価はいくらぐらいで攻めるんですかとか、集客はどのようにするんですかとかね、セールスはどういうふうにやっていきますかとか、リスクはどのぐらい認識しますか、そして目標は何ですか、その目標を達成するために、今お話したような、そのリスクっていうのをどれだけ投じることができるかっていうののバランス、相対関係で、いつごろ成功できるかっていうことが決まるわけなんですけども、その情報が全くないんで、1日目では成功できないけども、1万年ぐらいかけたら成功するんじゃないですかっていうふうな、ざっくりとした答えになりますよ。 だから起業したら成功できるんですかっていう質問ではあまりにもね分からなすぎると、うん、もちろん私とあなたの関係がもうね何年もの付き合いでお互い知り合ってる中だったら想像できるけどもだって今いきなり質問で手を挙げて聞かれてね何も分かんないですよあなたの力量も分からないしあなたが何をやろうとしてるのか分からないただ起業の手続きだけしたいけども起業の手続き成功するんだったらそれね100人100人起業の手続きしますよ <laughs> で、それは分かって上で聞いてるとしたら分かってないとしか言いようがないですね、みたいなね。まあ、ちょっとね、あのー、本当にバカにしたような返信になっちゃうんですけども、バカにしたような返信になるのはバカな質問するからだから、まともに答えたらこうなっちゃうんですよね。だからそれをバカにしないように答えようとすると、いろんなことを組みしながら、その人の口当たりにのことをね、答えないといけないんで、回答にならないんですよね。だから回答っていうのは何かっていうと、真実を伝えてあげることなんで、時にはね、悔しい思いをさせることもあるし、恥をかかせることにもなると思うんですよ。 でもはっきり言ってねあの、そんな質問を恥だと思う人は会場に誰もいないですよ。だってみんな同じようなレベルで聞きたいんだもん。だから一人が槍玉に挙げられて恥をかくことによって他の人がね、恥から守られると。それがだから起業の第一歩じゃないですか。自分がリスクを全身に受け取る。でそれも、ちょっと恥をかくぐらいのことはやっていかないと、それは起業なんてできないですよ。起業してね、恥をかいてね、頭を丸めて俺を殴ってくれっていう人がいるぐらいですからね。 それからね、マトリックスアフィレイトとかいまだに言われてる人がいるんで。でもその人はちゃんと稼いでますからね。だからそういうことだと思いますよ。やればやっただけでいろんな反動があるし、まともなことをやってもまともな答えが返ってこないこと山ほどあるんですよ。ね、こういうふうに億万女女合のリレーやっても、億万女女役に参加したら稼げるんですかって。まともなことをやってもまともな部屋のリリ質問が来ないわけですから。しかも会場に来ていただいた方が、ちゃんと真面目に、ね、こうやってね、真剣な顔して講義を受けてましたけども、じゃあ稼げたんですかって言ったら、 なんで稼がないのと。億万長者合宿にまで参加するぐらいのモチベーションの高い人は何で稼ぐのを自分でやめるんですかってことに来るわけですよ。それこそ無意味だったねってことを突きつけなければならないですけどもそれは億万長者合宿が無意味だったんじゃなくて億万長者合宿みたいなチャンスを無意味にしたその人の力道に問題があるとしか私は考えられないんですけどね。だから生きていて意味があるのかないのかこれはですね生きてる意味を自分で設定してそれを掴んだかどうかに尽きるんじゃないかなと思います。はい、以上でございます。いってらっしゃい。